8月28日に坂出市子ども会育成連絡協議会が主催する防災キャンプが坂出中学校体育館を会場に開催されました。この行事は災害が起こったときに家族や仲間と協力して対処する力を身につけてもらおうと毎年開催されています。例年は1泊2日の日程ですが、今年は感染症対策に配慮して1日のみとなりました。参加したのは18組45人の親子です。1日のみの開催ということで、今年の防災キャンプは盛りだくさんの内容となりました。前半は2つの家族がグループになって避難所で使うテントや段ボールベッドの設営を体験します。テントやベッドは災害時に坂出市から支給される実物です。避難所では見ず知らずの間柄でも協力することが必要不可欠です。参加した皆さんは声を掛け合いながら作業を進めていきました。組み立てが終わるとテントに段ボールベッドを配置します。想像以上の狭さに驚きの声が上がっていました。荷物が置けない。荷物本当ですね。午後からは避難時に持ち出す防災バッグの中身について考えました。1分の持ち時間でバッグの中に入れるべきカードを選ぶゲーム形式です。選んだ中身については理由をグループごとに発表し、防災士の秋山俊一さんが添削をしていきました。散らばって足を怪我したらいけないから、分厚い靴を履いて怪我をしないようにしたいからです。素晴らしい答え。これね、とっても大事なことです。で、例えば、就寝時でもよくありますよね。あの枕元に、スリッパとかああいうのを用意しとってねっていうのはそこら辺ですね。足を切ったりしたらもう動けなくなるっていう、ね、これとっても大事なことです。はい、防災のことにいろいろついて知れたので嬉しかったです。水道や電気が使えないときに、ガスコンロを使えばご飯が炊けることを教えて嬉しかったです。今日はですね、防災キャンプということで、いろんな避難所での、ね、生活っていうことを体験してもらおうということで、ベッドを作ったり、段ボールの間仕切りを作ったり、椅子を作ったりというようなことをやっております。やっぱり避難所の生活とかはですね、全てが与えられるわけではありません。そういう中でですね、皆さんが協力をしてですね、足りないものを補いながらですね、楽しく明るい顔でですね、対応して、生活を過ごすするということが一番大切なことだと思いますので、そういう中でもですね、一緒にご飯を炊いたり、一緒にご飯を食べてですね、仲良くなれたということをですね、今度ももし避難生活をやるときにはですね、そういうことで積極的にそういう笑顔を振りまいていただけたら助かるなと思います。参加した皆さんは災害や避難時の行動に自信が持てたようでした。